どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今音楽始めましょう。今回のテーマ曲は日本のロックを、ある一個のロックの形を作ってもうすごいバンド、ボーイのビーブル、こちらの曲をこのちっちゃいウクレレでやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流超シンプル簡単バージョン、後半はですねこれが結構かっこいい疾走感満載でちょっとねいろいろテクニックも入りつつ、これはなかなか深いですよ。2バージョンやります。最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽聴くの最高だと思うんですけど、やるのはねもっと最高なんですよ。でも音楽は私はちょっと苦手だなというような皆さん多いんですけど、ウクレレだったらすぐできます。そして今時間がすごくある、今だからこそ YouTube を使ってどんどんウクレレで音楽楽しみましょう。もうそしたらずっと人生一緒に、ね、音楽と過ごせますから、おすすめいたします。そういうね初心者の方で全然右も左も分かんないけどやってみたいという方が、あれよあれよとウクレレで弾き語りできるようになるプログラムをガズレレでは提供してます。どんどんやっていきましょう。ここにリンクありますよ。このリンク先の上から、動画見ながらウクレレ触ってるだけであっという間ですからね。じゃあ行ってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで簡単にできるようにしたレッスン動画がすでに1200曲ぐらいもうアップロードされています。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の詰める歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲なんかもう何でもかんでもウクレレで弾いて歌おうってことでやってます。簡単バージョンになってますんで、ぜひこの機会に始めてください。それでは行きましょう。ボーイのビーブルー、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンやってみます。ワン、ツー、シンプル簡単バージョンの方からやってみました。今のはですね一番を ずっと最後にやって、最後の最後ちょっと再エンディングっぽくしたっていう感じのオリジナルショートカットバージョンでございまして、2番をカットしてますけど、2番をやりたい方コード書き足して2番の歌詞を書き足すとオリジナルの楽譜が作成できますので、書いててやってみてください。で今動画と一緒にガズレレショートカットバージョンでできた方、一緒にできた方もやっぱりねある程度練習したら今度自分で紙に書いて自分だけの演奏でやってみるのをおすすめします。その時の参考にのなるために私のノートを写すんですけど、今日はですねなんと皆さんじゃあ2枚にまたっております。2枚みっちりですよ、みっちり。これはですねやっぱね、ワンブロック早くロックなんで、ワンツースリーフォーワンツーずいずい進むからね、これだけやっても2分ちょっとなんですよね。はい。でまあちょっとゆっくり移していくんですけど、いつものことなんですけど、上になんかね
上に書いてある段のやつはシンプル簡単バージョン、下にね、こんな感じで、くるっと囲ってあるやつは後半やるかっこいいバージョンで出てくるコードということを覚えておいてください。はい。じゃあ、あと、これはね、映しとくんで一時停止してメモってもらいたいんですけど、ちょっとわかりにくいということは動画の、動画に出てる字幕をね、一時停止して書いていくのもいいと思います。はい。なんかね、この辺も、ここにも書いてあるね、G のフレーズとか書いてありますけど、はい。じゃあ、ここから一時停止。はい。ですか？まずこのサビ 1ぐらいまで。このぐらいな、はい。コード進行はシンプルなんですけど、はい。はい、じゃあ次の箇所、はい。ここは一応2番ですね。はい。2番というか3番、3番4番という表記になってるのか。3番4番、はい。で、この絵も後で解説しますけどね。はい、じゃあこれ、こっちに入って、後半に入ってきました。はい、2回目に出てくるサビですね、これがね。はい。で、ここ。はい、ここラスト、ラストというかね。On the wing with broken heart. 最後と。ここも下の方に、こう、くるっと囲ってるやつ、後半のかっこいいバージョンではこれ弾きますということでございます。はい。で、これ、エンディングっていうか最後のとこなんですけど、ここなんですけど、シンプル簡単バージョンは Dm、F やって伸ばしてね、C で終わったんですけど、かっこいいバージョンはもうちょっとこのコード、最後にこの中、すごいコードをつけて終わろうと思います。これが今やったガズレレ流、シンプル簡単バージョンということになっております。まずはですね、初心者さん向けシンプル簡単バージョン、コードを解説しましょう。はい、出てくるコードはこちらになります。はい、この赤く囲っているところですね。C と Am、F と Dm、C7、G7、Em7。はい。この7個のコードで今のシンプル簡単バージョンやってみました。この7つのコードなんですけど、これ7個もあるのかと思うかもしれませんけど、これ入門コードのグループで、はい、いつも出てくるです。ドン！これです。ガズレレ必須コードというグループのメンバーでございます。このガズレレ必須コードって一体何これって思う人がいると思うんですけど、これコードっていうのをですね、覚えないといけない。コードっていうのは音の要素みたいなもんでございまして、これはね、本当に正確なこと言ったら正確に言えないぐらい星の数ほどコードっていうのはあるんですけど、どうしようと思った時に、皆さんウクレレで音楽を始めようと思った皆さんは、まずはウクレレにとってめちゃくちゃ便利で助けてくれるもう夢のようなコードのグループがあるんですよ。それをこのガズレレ必須コードというふうに、私が勝手に命名してるんですけど、ね、はい、やってます。10個グループですからね。10個あるんですよ、そのガズレレ必須コードって。うわ、10個もあんの？と思うかもしれませんけど、1個ずつ見たらこれも1個のコードだし、これも1個のコードだし、こんな風に簡単だけど、10個いっぺんに頭に入れようと思うとなかなかこう混乱するんで、私がめちゃくちゃ頭にスイスイ入ってこれを覚えやすい動画を撮ってます。ここにリンク貼ってみます。この動画見たらね、楽しく覚えられます。3兄弟と。親戚とか言ってね、よくわかんないでしょ。それで楽しく覚えるのが大切です。で、この10個のコードを覚えちゃうと何が起こるかというと、今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネルでやってる1200曲のもうレッスン動画の曲、8割9割をもうこれが基本になってるんで、ぜひ覚えてください。今日はその10個のうちの7個でやっていこうということで、これはね、必須ですから、覚えておいてください。はい、じゃあこっから、かっこいいバージョンの解説に入っていくんですけど、かっこいいバージョン、これね、相当山盛りです。相当山盛り。これはね、かなり深いです。まあまあ、順を追って解説しますけど、出てくるコードがまた増えますね。ちょっとね、これ見てもらって、青で囲ってるやつがかっこいいバージョンで出てくるコードで、まずね、G というコード、ちょっと久しぶりに出ます。G っていうコードはですね、このガズレレではね、だいたい G7 っていう風に置き換えちゃうんですけど、ちょっと一箇所二箇所、どうしてもこの響きがいいっていうのがあるんで、この G というコードを、ちょっと一応おさらいしておきましょう。G というのを押さえましょう。ここと、ここと、ここなんですね。G7 がこことこことここだから、この部分がこっちに出っ張ったっていうふうに覚えるといいのかもしれない。こういう感じでやるんですけど、どうやって押さえるかっていうと、人差し指がここがいいと思う。で、中指が1弦。で、薬指がこれで、これが G がいいかなということですね。あともう一個の押さえ方としては、こう人差し指でこの3つビシッと押さえて、こう上ちょいと立てる。これも G と。はい。まあ、どっちでもいいですけど、今から覚える方はこっちの方がいいんじゃないかなというふうに数は思いますけど、まあまあ、いや、押さえやすい方でいいです。これを使って後で解説しますけど、フレーズ出てきますんで、これ G 覚えておいてください。はい、それ次ですね。次がね、これがまたちょっと厄介なコードで、C、シャープ、AU、小文字で AUG って書いてある。C、シャープ、オーギュメントと。読むんですけど、これちょっとこのねダイアグラム貼っときますけど、押さえる場所解説します。まずね、これね、まず押さえる場所、こことこことここなの。はい、ここれはどうしようかって感じでしょ。でガズはですね、実はですね、こうやって押さえて
こうやって押さえちゃうんですよね。で、これポイントがあって、これ1弦のところはこう浮かんでんのよ。ここ1弦は。はい。だからこれはね、相当これがギューって反らないとなんで、かなりこれはね、難易度が高いというか、だけどこれはね、これでもいいですよ。これでも。わかる？こう、こうって押さえて、あれだよ？こう、こうか。こうか。はい。はい。とにかくここがちょっと狭いんですよ。ここ2つと、この上1個だから、こう、こうかな。うん。ほんとこう、はい。このぐらいギューっと反らすことができる人はこれがいいんです。これね。これ一弦がこう、ちょっとでも触れちゃうと、プツプツいっちゃうから、綺麗に鳴らしたいんですけど、はい。まあまあ、これがちょっとね、響きが、これかな？これかな？こう、こう、こうかな？まあまあ、ちょっといろいろ工夫してやってみてください。とにかく押さえる場所としては、ここと、ここと、ここね。はい。これが、C シャープ AUG オーギュメントということです。はい。でね、あとはですね、まあ、一番最後のエンディングで出てくるところなんですけど、このね、G シャープ欲しい、A シャープ欲しいっていう、この最後の最後本当にやろうと思うんですけど、本当にこれはね、まあまあまあ、おまけみたいなもんですけど、ちょっとこれもね、よくガズレレで出てくるんで、見ておいてください。これはね、G ってさっきやったでしょ？それ、この形のまま、一個ずれたんですよ。G シャープ欲しいって。シャープだから一個こっちにずれた。ちょっとやってみようか。さっき G って覚えてるから、こことこことここだったでしょ？こんな風にして G ってやりました。はい。これをこのまま形のまま、一個こっちにずらします。こうです。はい。つまり、この 1,2,3 フレットでこの G の形を組むと。そうすると、4弦は弾いていいですよ、開放弦。ああ、いい響き、いい響き。これが G シャープ押しで、この形そのままにしてて、このまんま、あと2個こっちにずらします。1個、2個。要は5フレットの、5フレットのところでこの形を組むと。そうすると、A シャープ押し。この G シャープ押しと A シャープ押しを、最後のエンディングでこう使っていこうということなんですけど、あともう1個、これ。A シャープ。これはよく出てくるけど、ちょっと初心者の方が引っかかるコード有名な A シャープですけど、これも一応解説しとくと、ここ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 を押さえます。さっきみたいにこうギュッとこう反らす、この2個一緒に押さえたいんですね、これ。ちょいちょいと立てて、A シャープ。はい。慣れてる人はこうギュッと1フレット全部制覇してこれでもいいと思います。はい。この A シャープと G シャープ星と A シャープ星を使って最後エンディングなんですけど、ちょっとやってみましょうかね。1、2、3、4。A シャープ笑ってよ To the boys and girls G シャープ星から A シャープ星に行って終わろうかなという最後の最後で A シャープと G シャープ星と A シャープ星出てくるこの辺本当のエンディングのエンディングでダダダダとこう難しいこと出てくるというふうにかっこいいバージョンではまあアレンジになってるんですけどまあ最後最初やったらかっこいいシンプル簡単バージョンのエンディングでもまあ十分だと思いますけどこっちの方がやっぱりあのディテールとしてはかっこいいかなという感じであの G シャープ、あ、A シャープから G シャープ星 A シャープ星はい、この辺のコード感お楽しみください。そして、ね、リズムの解説に行きます。この曲はやっぱりロックなんで、この疾走感が気持ちがいいんですけど、ガズレレ的にはやっぱ8ビートのチャでやろうと思いますが、雰囲気としては疾走ビートっていう風にガズレレで言ってるビートがあるんですけど、その感じに近いです。ドンダトス、ドンダトス、ドンダトス。後ろのね、チャのところにすごくこうアクセントが来る。もうドラムでドッタス、ドッタス、ドッタス。この、なんというか、この疾走感、ドーッと突き進む。それがもうロックの醍醐味ですからね。やっぱパワーと疾走感。これを右手の8ビートで表現したいと思います。こんな感じですね。大気が風に吹き消されて、かき氷声も聞こえない。ドンタトスとタカドンタトスとタ。この感じでございます。ちょっと普段よりこう、なんていうの？かっちりしたっていうか、こう、力強い感じがね。ソリッドな感じでかっこいいな響きが。はい。そんな感じで8ビートのチャでやってみようと思います。8ビートのチャの弾き方、このリンク行ってください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャというリズムを、やってもらいたいんですけど、あ、そうだ。8ビートのチャと、あとね、疾走ビートっていうのも参考になると思います。8ビートのチャと疾走ビートが混ざってるっていうね、イメージするといいと思うんですけど、まあ、まずは8ビートのチャ。これが基本になります。で、8ビートのチャっていうのは、その、もっと基本になる8ビートというリズムがありまして、その8ビートができ来た上でやります。ちょっと差をやりますと、普通の8ビートはこうです。8ビートのチャは、チャが入るだけでこうドラムのパーカッションみたいな感じで、さらにこうノリがいいリズムになるということで、8ビートから8ビートのチャ練習してみてください。そしてこの曲はですね、2ポイント。英語で言っちゃったけど、2つのポイントがあります。これまず最初はですね、ちょっとこれ聞いててね。
このフレーズイントロで入っていくんですよ。でね、最初ね、ドラムから入るのこの曲、それも再現しようと思って言ってます。カッティングで手を押さえといて、ドッタツドッタツドッタタトコタカ、こんな感じをこうやって表現して、もしこれ難しかったらタン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 でもいいと思うんだけれども、これカッティングっつってて、これ、ね、これ触れてるだけですよ。押さえちゃうと音出ちゃうからね、触れるだけでカチャッと言わせる。そこで打楽器としてこれを唱えちゃう。カッティングっつうのも、ね、さっきのリズムいろいろのところにカッティングっつうのあるんで、ここまあ触れるだけですけど、それをリズムをやってからこのフレーズを入れたいんですけど、ちょっとねデモ演奏してます。これ難しいです。ワン、ツー、スリー、フォー、2ブロック目、はい、3ブロック目、ドンタンっていうか、次でフレーズ入ります。ほい、はい、こっから乾いた風に入ります。これ難しいよ。はい、これまたこの最後フレーズ最後のところで乾いたって言葉も入るわけですから、でで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 で乾いた、はあ、これはねもうたっぷり難しいですけど、これはタブというところで解説したいと思います。はい、ここにどっかに今出しますけれども、これ見ながらやっていきましょう。はい、タブフね、これタブフっていう楽譜なんですけど、これの読み方わかんない人は、はい、この辺リンク貼っておきます。タブ、これ読めといた方がいいですよ。メロディー弾くときにはもう欠かせない。じゃあやってみましょう。まず最初3弦の202やったら、次2弦の0、次3弦の2にまた戻って、今度また2弦の0101、はい。次2弦の313やって、次1弦の0235ですね。もう一回、3弦の202、2弦の0、3弦の2、次、2弦の01、01、3、1、3、1弦の0、2、3、5ですね。ちょっとゆっくりやってみましょう。せーの。はい。このぐらいのスピードでちょっと練習ですね。せーの。でで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 でたたたた、はい、これを早くやるんですよ。わいって、こんな早くないけど、でででででたた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 、はい、指はでこういう風でもいいし、この速さだと2本使わないとかな、はい、まあ物によっても指1本でアップダウンでもいいかもしれない。はい、まあまあちょっといろいろ試してみて。ガズはねこういう感じで弾きますね。こう2本指でこうパチパチ挟めるな、はい、これちょっと難しいかもね。ピックの方が、これギターやってる人はピックの方が簡単だと、指の方が難しいですね、早いのは。い、ちょっとこれゆっくりね、20202010131313035、はい、地道にやってみてください。こういうフレーズはね、もう忍耐力とこう慣れですから、はい。このタブ譜を見ながら、何回も何回もゆっくりやる。これがポイントでございます。はい。で、あとね、フレーズの中、さっき G のコードの解説したんですけど、ここです、やりたいのは。ちょっとね、聞いててね。湧いた風に吹き消されて、最後の声も聞こえない。歪んでくる。次よ、色褪せて。これやりたいんですよ。これがかっこいいです。補填です、補填。布袋さんのこのフレーズ、てれれん、てんれんれん。これは、G を、コードを押さえといて、1弦2弦3、1弦2弦3なだけなんですよ。なので一応こう、タブ譜で出すとこんな感じになります。はい。ゆっくりやると、一回止めてから、1弦の2フレット、2弦の3フレット、3弦の2フレットですね。これを2回繰り返す。はい。これ流れの中でやるの難しいです。歪んでく街並みも、言わせて、これ一瞬芸ですから、これはかなりスピード。これはね、指担当性で言っても、1弦は中指、2弦は人差し指、3弦は親指、こんな感じですね。4弦は弾かないよ。はい、このフレーズがね2箇所出てくるんですよ。これは A メロの今のところで、出てきます。 A メロの1番と、つまり A メロの3番ということになるのが、ね、この紙で言うとですね、私の表記だとこれが A1 のここだ、このフレーズですね、G のフレーズ。はい。そして、
この A メロの3番のここの G のフレーズって書いてここのとこです。はい。これがまた、これがね、イントロとこのフレーズがちょっと入るだけで、もうリズムはやっぱ崩したくないから、このドラムの疾走感は止めたくないわけですよ、リズム全体のね。なんで、ここら辺をこう、どうこういうふうにこうリズムに馴染ませていくかっていう感じなんですけど、そこはもう、まずはこう、体でリズムを感じながら、まあ、細かいところとその全体のリズムの大きいところがこうガッと合わさる難しさなんですけど、ここ楽しいところですんで、ぜひ取り組んでみてください。はい。なかなかこの曲大盛りなんですけど、とにかくやっぱロックのこう、なんつうの、熱量高くいきたいですよね。はい。やってみましょう。ボーイの B ブルーガゼレレリューかっこいい場所、やってみる !1,2,3,4! みました。ああ、これはですね、なかなかにしてテンション高まります、ね。あのね、やっぱりあのフレーズが入ると難しいです。あのリズムがやっぱりこう安定させるのすごく難しい。しかも疾走感ね、勢いもつけたいわけですから、あのその辺のバランスが難しいです。これはですね、本当にもうサッとできる曲ではないと思います。もうずっとこう練習のアイテムとして日々の生活の中に取り入れていただいて、そういうこのノリを獲得していくっていう感じの練習方法がいいと思うんですけど、まさにお時間あるとき、毎日毎日積み重ねていくには、これすごくいいテーマになる曲だと思いますので、皆さんどんどん音楽やりましょう。こんな時だからこそ、音楽。僕たちには音楽があってよかった。どんどん音楽やりましょう。笑顔も大事ですからね。はい。ありがとうございました。ガズレレ、いつも言ってるんですけど、いろんなもんやってます。この、今使ってるこのウクレレね。ガズのわがままウクレレ、今事前予約注文受け付けております。いや、ウクレレのことはここ見てもらうといろいろ書いてある。あと、いろんなグッズがあります。今日も使ってるこのストラップ。これ、小杉さんのお手製ですからね。これも販売してたりとかですね。このキャップだとか、T シャツとかステッカーとかいっぱいあります。あとは、一番今プッシュはこれですよ。このリュックサック、これガズレレのね、これウクレレが入るウクレレケースなんですよ、リュックサック。ドーンと開けるとこれ、楽器のケースですから、こういうところも分厚くできてて、中にこう取り外し可能な譜面台とか、チューナーが入るポーチもあります。ここもね、こう、なんていうか、こう、ベルベット調になってるんですよ。はい。これ、大好評発売中だったり、いろんなそんなこと。あとアプリもある。アプリ。このね、ガズレレのアプリのガズレシピ。これすごくおすすめですよ。これ今度、近々、また、ものすごいリニューアルがあるんで、ちょっとこれ、とりあえずスマホとかインストールしておいてください。そんなようなこと、ガズレレのところで、すべて書いておりますので、ぜひ、ホームページはもう間違いなくチェックしておいてください。ブログも書いてるしね。ここは、もう間違いなくチェックよろしく。そしてですね、この、いつも、私が言ってるリットミュージックのこの本、大好評なんですけど、こっち今ちょっとアマゾンで売り切れになってます。アマゾン以外の、EC サイトで売ってますんで、でもこれ第1頭で今5万部ぐらいに迫る勢いなんですけど、いよいよ出ます。6月に。この本、赤い本が6月出ますよ。今予約、開始中ですんで、皆さんフォローの方よろしくお願いします。こんな時だからこそ、音楽、やりましょう。僕たちには音楽があってよかった。
よろしくお願いします。ガズレレ YouTube 引き続きよろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。